マグネウリスシエラは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。セントルイス・カージナルス時代2012年に、セントルイス・カージナルスと契約して、プロ入り。2013年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カージナルスで、プロデビュー。63試合に出場して打率。 269、1本打二21打点、15盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスでプレーし、52試合に出場して打率。386、2本塁打、30打点、13盗塁を記録した。2015年は、アパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティ・カージナルスと A 級ピオリア・チーフスでプレーし、 二球団合計で104試合に出場して打率。259、4本塁打、22打点、19盗塁を記録した。2016年は A 級ピオリアチーフスでプレーし、122試合に出場して打率。307、3本塁打、60打点、31盗塁を記録した。オフの11月18日にはメジャー契約を結んで40人枠入りした。 2017年は A 級パームビーチカージナルスで開幕を迎え5月7日にメジャー初昇格を果たした。同日のアトランタブレーブス戦にて7番中堅守で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは22試合に出場して打率3175打点に盗塁を記録した。2017年12月14日に マーセル・オズナとのトレードでサンディアル・カンタラ、ザック、ガレン、ダニエル・カスタノと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。2018年は54試合に出場して打率。197打点、3盗塁を記録した。2019年は15試合に出場して打率。351打点、3盗塁を記録した。2020年は19試合に出場し、打率。 257打点4盗塁を記録した。ありがとうございます。